おはようございます。さあ、久々のカヤック行ってきましょう。いつもカヤック出してる場所が夏場海水浴場の駐車場になるみたいで、朝6時になったら開放しますって書いてあったんだけど、まあ6時まで待ってらんないので、今日はちょっと初めてのサーフから出廷してます。いや、いつもの場所から行けると思って道理置いてきて荷物になるから失敗した。出したのはいいんだけど、帰りカヤックしまうの超大変だと思うわ。あ、まあ帰りのことは考えずにのんびり行きましょう。じゃあ張り切っていこう。よし、早速ヒットだけど、これエソっぽいあたりだな。どうだ。おー、違う、カサゴちゃん。ふぅ、いや幸先いいね。すごい、なんかもう刺されたら死ぬんじゃねえかっていうぐらい気持ち悪い形のクラゲがうようよ泳いでる。あの、なんていうの、提灯みたいな形のやつ。足がなくてさ、足はあるんだろうけど、ん、足なのかあれ。さてと、水深75m、ちょっとね、そこを狙いつつ、 80g、 スロー系だから全然多分沈まないんだよね。もっとストーンと落ちるやつに変えようかな。ただね、フォール系すごい好きなんでね、フォールで食わせるってね。こないだ会った人はもうストーンと落として、またスカーンと上げて、ストーンと起こして、スカーンと上げてっていうのが好きだったから、もう 120g とかバンバン使ってるらしいんだけど、ひらひら落とすっていうのが好きなんだよね、個人的にね。よし、よし、フックしたでしょ、これ。いいね、なんか久しぶりだよ、こういうの。なんたってね、こっすら5回ぐらい坊主続いてるからね、気合い入れてくる今日は。なんだろうね、この引き。あー、楽しい、楽しい。もうずっとね、暴れてくれるね、いいね。ボトムついた瞬間、ああいいね、まんべんなく引いてくれて。この下に引く感じ、見えてきた、見えてきた。なんだろうな、これタイじゃねえ。お、マジ。よし、乗っけちゃえ、とりあえず。よし、ふぅ、来た来た。待って、あ、これマダイじゃないね。なん、キダイ、なんていうの、種類がわかんねえ、タイの。いやー、狙った通り行った。よし、よっ、あ、よっ、ふぅ、サビキに食ってきたな。ジグサビキ最強やっぱり。よし、ちょっと待って、あー、お兄さん、お兄さん。いやー、タイってやっぱいいね、引きがね、面白いわ。やめらんない、止まらない。よっ、ふぅー。まあサイズ的にはあれだけどね。あ、いいじゃんいいじゃん。これなんだろう、キダイかな。詳しい人教えてください。ちょっとね、黄色のね感じが入って、イエイ、やったぜ。